高橋一生です。この度コンフィデンスアワードドラマ賞で助演男優賞をいただきました。大変光栄に思っています。どうもありがとうございます。評価されるっていうことってとても大事なことだと思っていて、いろんな方が集まってこういった賞でこういう賞をいただけるっていうのは、やっぱり評価が結果として形になって出てくるっていう形って、なんか分かりやすくてとてもありがたいことだなと思っています。なんか次に進んでいくための糧になるなと僕は思っています。最初から結構こう別荘の4人のシーンっていうのがかなり早い段階で入って、撮影に1話の時にいろんなところで取り上げてくださっていたと思うんですけど、唐揚げにレモンの下りが早い段階で来てくださった来てくれたので、もうそれはなんかこう4人のコントラストだったりとか、4人のそれこそカルテットというか言葉のセッションというかっていうものが早い段階でできたので、フォーカスは多分絞りやすかったし、的確な演出をしてくださったと思いますし、スムーズに流れるようにスタッフさんたち皆さんがやってくださったなと思っているので、あれでかなりフォーカスは絞れたんだろうなっていう自覚はあります。演奏はとにかくもう去年の7月とか6月ぐらいからずっと練習をしていて、全く弾けなかったので、でも最終的には使徒乙女を弾くんですけど、割とみんな弾けるようになっちゃってて、ちょっと自分も含めてなんですけど、まあ最初はもうとにかくモルダウがすごい、最初と最後またモルダウを弾くんですけど、モルダウがいかにハードルが高かったかっていうのと、その後が割と意外と楽に弾けてたりとかして、モルダウっていう最初のものすごいでかい壁を作ってくれたことによって、その後が割とやりやすくなってたりとかして、でもみんな見る見るうちに周りの人たちも上達していっちゃうんで、これはやばいって思いながらこうみんなで切磋琢磨していたんじゃないですかね。日本人ってみんなが OK だったら OK だとか、並ばなくちゃいけないとか、みんなで足並み揃えていきましょうっていう、とてもなんか悲しい風潮が生まれてしまっているような気がしていて、でもその人間ってダメでも良くないかっていうことを、ダメでも美しい瞬間があって、ダメでも生きていけるし、みんなが本当完璧なモデルを探していて、みんな完璧になろうとするんですけど、もうその時点で矛盾が生じてるというか、誰かになろうとしてる作業をこう絶対に終わらないのに繰り返していく、よっぽど自分であることをずっと貫き通した方がよっぽど楽しく生きられて、評価だったり後ろ指刺されたりすることはあってもなんかこう楽しく生きていけるんじゃないかなって、自分らしく生きたって言えるんじゃないかなって、そういったものがカルテットにはすごく詰まっていたような気がしていて、4人が4人してみんなダメダメで、みんな滑稽で、でもある突出したところはとても人間らしくて美しくてかっこよくて、かっこいいっていう定義とか、ダメっていう定義が一つだけじゃないっていう打ち出し方を坂本さんはしたんだと思っていて、みんなにいいって言われなくてもいいじゃんとか、みんながみんな素晴らしいって言ってくれるからどうだとかっていう、評価を気にしてとか何かを気にして生きていくことのつまらなさとかなんか悲しさみたいなものを逆の部分からこれでいいんだよって、胸張っていいんだよって、人間ってこんなんでいいんだよって、坂本さんが毎回手紙を送ってきてくれてるみたいで、脚本が来るたびになんかそれに対して手紙の返事をお芝居でしていくみたいな形が僕の中ではあって、とても充実していたし幸せな現場だったなと思っています。なんか恋ってこう本当に分かんないもんだなと思いますね。家森がすずめちゃんにずっと持っていた感情だったりとか、
最初から持ってるんですけどね、なんとなく本の中には散りばめられていて、でも本当に分からなくて、多分見てる人たちはかもって思っても確信は得られないまま進んでいって、なんかそれがやけにリアリティがあって、恋ってそんなに分かりやすいもんじゃないし、人が人のこと好きになるとか、愛してるとかっていう感情ってとっても複雑でとっても分かりづらいもんだと思うんで、そこをもう絶妙に坂本さんの脚本は余白を残しつつ作っていたんじゃないかなと、すごく印象的だったんですよね。別府くんのカップラーメンを食べてこれで終わりっていうのが、助演男優賞いただきまして、ちょうど2年前ですかに民謡でいただいた、同じ助演男優賞をいただけたのってなんかとっても嬉しいですね。評価してくださってることが続いているし、自分がしたお芝居っていうものが形になって評価されるっていうことは本当に嬉しいことなんで、これからもあくまで自分らしく自分の受け取り方で周りの方たちと一緒にお芝居や作品っていうものを作っていくっていうことに携わっていけたらいいなと思っています。本当にね、感謝しかないです。こうやって評価していただけることは本当にありがとうございます。今後も充実をさせていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。